何言ってるんだ。当たり前だ。一例だけで済ませられるか。さっきも言っただろう。性別年齢問わず、いろんな人間で試したと。ああ、そうだ、思い出した。HC101 ってのが、おい、なんだ、なんなんだよ。何をだよ。パルケ。おはよう、翼さん。今日は特に報告すべきことはない。平穏無事な一日だったよ。今日はちょっと話に付き合ってもらえるかな。今までずっと避けてきたけど、私も翼さんに伝えなきゃいけないことがある。私本当は知ってた。実験の結果次第で私の意識は消えてしまうかもしれないってこと知った上で、私は実験を受けた。体を奪われてもいいやって思ってたから。だから翼さんが謝る必要はない。謝るのは私の方。今まで黙ってて本当にごめん。ごめんなさい。原因っていうなら気軽に引き受けた私に問題がある。私はね、翼さんにならこの体をあげてもいい、そう思ってた。ごめん、今わざとひどいこと言った。嘘じゃないけど、それは昔の気持ちなの。私はもう体をあげてもいいとは思ってない。だってそんなことしたら私は翼さんに会えなくなる。私は翼さんに会いたい。翼さんのおかげで私の世界は変わった。私は今翼さんに会いたい。お礼を直接言いたい。幸せだって直接伝えたい。だから私は翼さんに会いたい。私にとって翼さんは大切な家族だから。Thank you.
おはよう、いぶきくん。なんだか顔色が良くないようにも見えるけど、平気？ちゃんと寝てる？そうだね。え？準備って何？俺、何か約束してたっけ？ちょっと、伊吹くん！そんなに急いで、一体どこに？待って！出番！一体どこに行くつもりなのか、ちゃんと説明してくれないと困る。知ってるだろ？僕には、重要な予定があるんだから。どうして？リノ君も、伊吹君もそんなこと、言っただろ？今の状況が、このまま続く保証はどこにもない。だったら、そんなこと、どうして？ないよ、そんなの。そんなの何の解決にもなってない。リノ君の代わりに別の誰かを犠牲にするってことじゃないか。体があるわけ！つまり意識のない体っていうのは、いやでも。そうだとしても、そんな都合よく。え？あ、はい、まあ、やってはみますが。一応言っておきますが、私って探偵じゃないですからね。あまり期待しないでください。
嫌だよ、そんなの。僕だって一緒がいい。三人で過ごしたいと思ってる。嬉しかった。伊吹くんに友達だと言ってもらえて、リノくんに家族だと言ってもらえて、あの時病気で衰弱する僕には何もなかった。でも今は友達がいる、家族がいる、十分幸せだ。僕なんかにはもったいないくらい幸せだ。なのにもっと欲しいんだ、もっともっとこの幸せを増やしたいって思ってしまう。僕は本当に意地汚い人間だ。汚い、すぐに逃げようとする最低の人間だ。そう言ってもらえるのは嬉しい。でもわからないんだ、何を選べばいいのか。どれを選んだとしても結局後悔してしまうんじゃないかって。初めて聞いたよ、そんな誘い文句。でもとても魅力的に聞こえるのはどうしてだろう。僕も一緒にいたい。伊吹くんとリノくんと友達だから、家族だから、失いたくなんてない。今のこの幸せを捨てるなんて嫌だ。眩しい。翼さんがお昼に行動してたんだから、目に問題があるわけじゃないと思う。精神的になのかな。太陽ってこんなに眩しかったんだ。それに暖かい。どうかな。どっちがいいとかそういうものじゃないでしょう。でも悪い気はしないかな。
にしてもびっくりしましたよ。いきなり自分と同じように売られた体を探せと言われて、しかも移植の実験を行いたいとまで。でしょうね。別に構いませんよ。世の中知らない方がいいこともたくさんありますから。ただ一つ質問してもいいですか？この部屋を出ていくとき何やら恥ずかしいことを言ってましたが、答えって出ましたか？でしょうね。相変わらず何の恥ずかしげもなく。でも真面目な顔でそれだけ言えるなら、この部屋を出た価値はあったってことなんでしょうね。特に問題はないよ。毎日朝も起きれてる。不意に眠気に襲われるようなこともない。覚えのない翼さんの記憶を思い出したりもしない。私のことより翼さんのこと。そろそろ約束の時間でしょ。そう、わかった。それで、その、今更だけど、翼さん、どんな感じだった？私が無理やりお願いしたことだし、もしかして、怒ってたり、とか？それはそうだけど、会ったら、まず謝った方がいいのかな、とか、いろいろ悩んでる。初めまして、木戸翼です。初めまして、茨城里乃です。ようやく会えたね。今までずっとありがとう。僕のことを助けてくれて。翼さんなの？でもその姿、
や、うん、そんなのどうでもいい。私、翼さんにずっと会いたかった。僕もリノ君に会いたかった。なんでだろう、なんか涙が。全部僕のせいだね。ごめん。違う、私が考えの足りない人間だったから。でもおかげで翼さんと出会えた。翼さんのおかげで楽しいって思えるようになった。だからありがとう。今まで私と一緒にいてくれてありがとう。私の人生を変えてくれてありがとう。お礼を言わなきゃいけないのは僕だ。ありがとう。僕の間違いを許してくれて、僕のこと家族だって言ってくれてありがとう。僕のことを必要としてくれて本当にありがとう。こんな僕だけど一緒にいていいかな。いいに決まってる。私は翼さんと一緒に楽しい思い出を作っていきたい。だって私の家族だから。ありがとう。本当にありがとう。僕にとってもリノ君は大切な家族だよ。これからもずっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。月の光も届かない場所、誰も気づかないで色をしてるだろう。光
朝ごはん。こら、店長。噛むな。まだまだ食べられる。翼さん、いつまでも抱きついてないで、そろそろ起きて。だから、噛むな。いや、ごめんごめん、寝ぼけてたからさ。ボケてたからって、なんで噛むの？お腹空いてるから？あと、リノ君はいい匂いがするんだよね。だから食べたくなるのかも。え？もしかして、臭いの？私。臭いなんて言ってない。あくまでいい匂いがするってだけ。臭くないよね、いぶきくん。だからキモいこと言うな。本心なら何を言ってもいいわけじゃない。ま、伊吹くんのそういうところ今更気にしても仕方ないけど、指摘して治るようならすでに治ってる。あっさり納得しちゃったよ。リノくん、伊吹くんに対しては結構辛辣？そんなことは全然、全くこれっぽっちもないけど、私の願いを叶えてちゃんと助けてくれて、むしろ感謝してる。お？願いって、助けって何の話？それは気にしなくていい。それよりも新しくベッドを買った方がいいのかも。
リノ君、話をそらそうとしたね。ちょっと何を言っているのかわからないですね。伊吹君はわかってるんだよね、何の話か。もう、二人だけの秘密ってわけだ。やっぱり二人だけの秘密だ。まあいいけどね、僕にだってあるから。伊吹くんとの二人だけの秘密ってやつがふーん、そうなんだ。あ、ひどいなあその反応。僕の手を優しく握って甘い言葉をささやいてくれたじゃないか。いや、待って、それって体を共有してた頃の話でしょ。手を握られたのも私の体のはずだったら聞く権利があると思うんだけど。私の体で変なこととかしてないでしょうね。さあどうだろう。何か変なことしたんだ。さてと、そろそろ出発しない？このままじゃ起きた意味もないしさ。そうそう、ほら行こう。ちょっと待って、私も行くってば。置いていかないでよ。本当に3人で花見ができるなんて思ってなかった。僕も想像くらいはしてたけど、まさか実現するなんて。ありがとう、伊吹くん。僕がこうして桜を見られるのは、伊吹くんのおかげだ。本当にありがとう。何？ご不満？ならいい。そういう親しい人が欲しかったんだ、きっと。
当に綺麗だね。青空の下で見るのもなんだか新鮮。夜桜は夜桜で風情があるけど、そういえば僕は夜桜って見たことないかも。そうだね、そうしよう。来週にはきっと散っちゃうだろうから。別に今年だけじゃないし、散っちゃうのは残念だけど、でもまた来年に見に来ればいい。そっか、その通りだね。はあ、なんだか僕お腹空いてきちゃった。なんか食べる？歩きながらの方がいいかな。ここをまっすぐ行ったところに美味しいパン屋さんがあるよ。サンドイッチなんかも美味しいよ。うん、いいんじゃない、そこで。パン屋さんのおすすめは焼きそばパンかな。炭水化物×炭水化物、カロリーの塊だ。たまにはそういう日があってもいいんじゃない。そっか、もう知らない間にカロリーが摂取されることもないのか。うぐ、それに関しては申し訳ない。冗談だってば。いや、そうでもないか。とにかく今更怒ってるわけじゃない。お、いぶきくん、どうかした？早く行こうよ。パルケ。